皆さんこんにちは、佐々木美希です。日本は1956年の第一次南極観測隊派遣からほぼ毎年南極の昭和基地で観測を実施しています。情報通信研究機構からも1名の観測隊員が電離層観測担当として参加しています。この観測隊員はオーロラや宇宙天気などの観測だけでなく昭和基地での郵便局長も務めています。南極観測隊員が出す手紙だけでなく情報通信研究機構施設一般公開に参加された皆さんからお預かりした南極郵便なども取り扱っています。それでは4月12日から18日までの1週間、宇宙天気はどうだったのでしょうか。こちらをご覧ください。まず太陽活動です。太陽活動は15日、16日、18日にやや活発、17日に活発でした。15日から18日にかけて活動領域1461、1463などで C クラスの小規模フレアが数回発生しました。また17日に活動領域1461で M クラスの中規模フレアが発生しました。 M クラスの中規模フレアが発生した活動領域1461と成長傾向にある活動領域1463では今後 C クラスの小規模フレアが発生する可能性があります。今後とも太陽活動はやや活発でしょう。次に太陽風地磁気です。太陽風地磁気は12日、13日、18日にやや乱れた状態となりました。太陽風速度は低速な 300km 台で推移していましたが12日に通常速度の 400km 台へ上昇し太陽風の磁場が強まったため地磁気がやや乱れました。また13日に太陽風速度は高速な 600km 台へ上昇し太陽風の磁場が強まり南を向いたため地磁気がやや乱れました。この太陽風速度の上昇は9日に太陽面の守護線を通過した高速な太陽風の吹き出し口であるコロナホールの影響によるものと考えられます。その後太陽風速度は低速な 300km 台へ下降しましたが18日に通常速度の 400km 台へ上昇し太陽風の磁場が強まり南を向いたため地磁気がやや乱れました。現在太陽面には高速な太陽風の吹き出し口であるコロナホールはありません。今後の地磁気は静穏な状態となるでしょう。最後に電離圏です。電離圏は12日から18日にかけて静穏な状態が続きました。高度 100km 付近に突発的に現れる電子密度の高い層スポラディック E 層は16日に沖縄で発生が確認されました。電子密度が最も高い領域 F 領域の電子密度は12日の明け方と16日の午後から17日の明け方にかけて沖縄でやや高めでした。また18日の午後に東京と沖縄でやや高めでしたがこれ以外はおおむね静穏でした。日本上空の全電子数は13日の昼頃に高緯度の地域でやや高め、低緯度の地域でやや低めでした。また17日の昼頃、18日の日中に低緯度の地域でやや高めでしたが、これ以外はおおむね静穏でした。今後、太陽風、地磁気は静穏な状態が予想されるため、電離圏は静穏でしょう。続いて、今週の豆知識のコーナーです。夜空に投影される宇宙嵐、オーロラ。オーロラは北極や南極で見られる超高層大気の発光現象です。オーロラは電子が磁力線に沿って北極や南極の上空に降り込んで大気中の酸素原子や窒素分子などに衝突して発光する現象です。宇宙嵐の時には特に激しいオーロラを見ることができます。
酸素からは緑色や赤色の光、窒素からは青色の光などが出されます。この極域の発光現象をオーロラと名付けたのはガリレオ・ガリレイだと言われています。宇宙環境が大きく乱れた時は北極や南極だけでなく、日本のような緯度の低い場所でもオーロラが見られることがあります。低緯度でオーロラが発生すると、日本からは北の空が山火事のように真っ赤に見えます。以上、週刊宇宙天気ニュースでした。次回の配信は4月27日の予定です。